カブスが鈴木誠也外野手の通訳、松下昇医師を解雇したと18日、日本時間19日、複数の米メディアが伝えた。理由については明かされていないというが、救援休暇中に異例の出来事となった。米スポーツ専門メディア、ジ・アスレチックは、松下は米国メディアのインタビューで今後鈴木の通訳を務めることはないと、木曜日にチームの関係者が伝えた、と報じた。別のインタビューによると、チームの組織改革の一部であったと報じられた。鈴木誠也にとっては晴天の霹靂になる。鈴木の今後の通訳について、同メディアは、カブスに所属する二人のスタッフが行う。MLB ビデオシステムを担当するなお、松本氏がサポートを続け、今永の通訳を務めているエドウィン・スタンベリー氏がコミュニケーションをアシストする、と説明した。解雇ということならそれなりの自由があったのだろうね。さもないと訴訟社会米国では大変なことだから。純粋に、通訳としてお役御免ならシーズン中に解雇することはほとんどなく異例。もしくはと考えざるを得ませんね。あくまで憶測ですが。シーズン途中はあまり聞かない。通訳の採用も難しいな。シーズンの途中でだなんて、何かトラブルでなきゃいいのですが我慢。いい人そうでしたが、水原さんのこともあったし、すごく心配。自腹でギャンブルか？ MLB は関係者が野球にかけることはご法度だからね。逮捕されないだけ、よかったかも。詳細発表しないからもしかして違法賭博？と疑ってしまう。カープから連れて行った人じゃなかった考える。ギャンブルなどの問題ではないと言ってるけどシーズン途中になぜ、とはなる。